もう本当それこそ市長の目指す市民のウェーブが巻き起こってるようなそんな感じですよね。方がですね、例えば紙フルで、またパワーアップして、より地域の商店街を引っ張っていたり、あるいは食の分野で参加してくれた方が岩室で、今度はポカジアという大変素晴らしい居心地のいい、空間を作り、またそこで食を提供してくれている、まあ、いろんな取り組みが、地域のあちこちで始まっている。そしてある面ではこれもありがたいんですけれど、地域の伝統芸能の方が、今まで伝統芸能というともう見てくれる方が本当に限定的だったと。それがこの芸術祭の傘に入ることで、我々の伝統芸能を大きくアピールすることができるようになったとか、いろんな形で市民の取り組みがまさに地域主役、市民主役という形になっているんで、まあ、私に言わせると1回目はやっぱり何といっても総合ディレクターの北川フラムさん、まあ、言葉が悪い人は北川フラム大学になったというお話があります。まあ、それは一定当たっているのではないかと。2回目からはいろんな分野で、ディレクターを決めていただき、また小川さんが総合的に見ると、ほとんどが地元に関係されている方で、コーディネーター、ディレクターを作っていけると、これもすごい力じゃないかなと。あの時はちょうど使わなくなった万代島の大釜湖、水産物物揚げ場をメインステージにしたわけですけど、ここに大友さんをはじめとする、素晴らしい作品を作っていただいて、専門家の中ではこれがもうトップだと、今年度トップのアート作品だというふうに言っていただけるものもできました。地元のこれもあまり口の良くない方は、これはもう空前絶後であって偶然絶後ではないかと、こんな建物が残っているっていうものを、それを活用できたということは素晴らしかったと。これを偶然そして絶後にしないためにはですね、新潟の最も誇るべき水と土の、まあ、出会った場所、それは型だということで、型を今回はメインフィールドにすると。この型に光が当たり、新潟市は型環境研究所も設立させていただいて、大隈隆先生という素晴らしい方から所長をやっていただいているので、もうこの第3回目から水と土のまた本格的な、なんていうんですかね、これから水と土の環境を新潟がどうこれまで保ってきて、そしてその中で型がどんな役割を果たして、それをどう伝えていくかと、まあ、先日も奇跡のリンゴの木村明則さんも来ていただいて、新潟の自然いろんなところを見ていただき、また大地の再生師と言われてプロフェッショナルでも取り上げられている矢野智則さんからもおいでいただいて、新潟がこれだけ素晴らしいレベルの農産物を作り続けられるのは型があるからだという、大変すごい分析をいただきました。こういうことを聞くと芸術祭も素晴らしくいいんですけれども、本当に水と土をもっともっと掘り下げて新潟の本当の宝にしていく、そんなウェーブを芸術祭で起こしていくんだということが間違いなく伝えられるように今なってきたということで感謝しています。私が喋っているといつまでも固いんで、この辺りでアーティストの皆さんにお譲りして、ありがとうございました。残念ながら市長がちょっと次の公務がありますので、自分が退席されますので、大きな拍手で、はい、お送りください。ありがとうございました。市長もなくなりましたので、ちょっとゆるゆると、さらにゆるゆるとやってみましょう。皆さんこんにちは、生活支持協会のジャックです。普段私たちは結構土を作品の中に入れ込んで長い間使ってますが、今回は改めて一緒に何か、特に、まあ、新潟のガタが決まりますので、ここの土からこそできることを考えてまして、3人で、まあ、ここの場所だからこういう、まあ、水と土、簡単に言えば、まあ、土が水と関わることによって生きる、
できることとは何か、ね、そこをちょっと質問をしています。その作品の中でそのできるものって何かというなんか制度自体が見えるんです。まあちょっと簡単に言いますと、土を並べることによって舞台になる、まあ、ステージみたいなものになるんです。もう少し深く考えるとそのステージの中に自然の循環が見える。水と土に合わせることによって、まあ、もしかしたら植物が出るかもしれないし、まあ、花が出るかもしれない。それは私たちも分からない。でもそれが新潟だからこそできること。だからまあ世界のいろんな場所の記憶や、まあ、土の特徴をちょっと分析しながら作品を作っていきます。はい、では次は、はい、ありがとうございます。さっき の, 11個ある、市民プロジェクトのアートプロジェクトの一つであるアジカタアートプロジェクトの、小原のり子さんです。小原さんからまた作品の説明などをしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。あ大丈夫です、はい、よろしくお願いします。私の、今ずっと持っているこの 作品なんですけれども、これが今回の作品になります。テーマがですね、タイトルが、太陽を探すというタイトルなんですけれども、これはどういうことかと言いますと、虫っていうのは光を求めて向かっていくんですね。で太陽だったり、夜だったら月だったりとかするわけなんですね。でその太陽、なぜここで太陽を探すっていうタイトルにしたかっていうと、新潟市っていうのはやっぱり新潟といえば田んぼっていうふうにイメージしてしまうんですけれども、田んぼとかあとそうですね、気候ですね、鉛色の空だったり、やっぱり太陽を求める、季節っていうのが多々あるかと思うんです。太陽を意識するそういった機会があったと思うんですが、そういったものでやっぱり太陽っていうのがふさわしいかなと思って、太陽を探すというタイトルにしました。普段嫌われ者 の, 害虫とかいると思うんですけど、ハムシとかそういったものですね。そういったもの、を、美しく見せてあげようというのがこの作品のテーマになっています。外で昆虫採集をやったらどうかな、アート昆虫採集というものをやってみようと思ってます。例えば、子どもたちが作った虫を、私がいろいろ宝探しのように置いてですね、でブラックライトでこう当てるとぼーっと光り出して昆虫を見つける、自分が作った昆虫を見つけるとか、そういったことを夜の暗闇の楽しみっていうのも結構あると思います。そういったものを、皆さんと楽しんでいけたらと思ってます。いつものように松崎さんの、はい、そうですね、松崎さんのダンス公演もいらっしゃいますね、後ろにいらっしゃいます、はい、ダンス公演を、やりますので、ぜひ皆さんいらっしゃってください。はい、旅地蔵阿賀を行くという作品に取り込まれている高橋のめきさんです。よろしくお願いします。作品の、ご説明をやっていただけますか。はい、はい、ですね、旅するお地蔵さんと旅をするっていう、まあ、プロジェクトを、やっているんですけれども、4月の30日からですね、5月の10日にかけて、足尾の石でできたお地蔵さんを、リアカに乗せて、阿賀野川の河口松浜からずっと出発してですね、対馬や、岡方、横越、江口、そして、安田というふうにずっと上流の方に向かっていきまして、鹿瀬、そして最後は、草倉銅山という、銅山跡地まで、まあ、歩き、ほぼ歩きなんですけども歩いてお地蔵さんを連れていくという、プロジェクトなんですが、まあ、実はそのただその旅をするっていうだけではなくてですね、そのお地蔵さんを巡るさまざまな物語がその背景にあります。もともとですね、今回この水と土の芸術祭で、阿賀野川と阿賀野川周辺 の, その人々の暮らし、記憶っていうものをテーマにしていきたいというふうに思ったんですが、
まあ、そういう中でさまざまな方々と出会いながら、やはりこう阿賀野川っていう川がですね、人々のこう、まあ、生活の一部というよりはもう一体化していたっていうようなことをたくさん聞いていたんですね。でしかもそれが、まあ新潟水俣病であったり、ダムができたり、いろんなことが起きて、様々にこう分断されているというような現実も、お話を伺ったんですね。まあ、そういう中で阿賀野川を、河口からずっとたどって、皆さんが暮らしている、皆さんの暮らしている中をですねずっとこう突き抜けるように歩いてみたい、そのお地蔵さんを通してですねさまざまな方々に出会いたい、そして阿賀野川をめぐるさまざまな記憶、失われた生活、あるいはこれから生きていく人々の声、まあ、そういうものを、こう身にまといながら旅をしたいというふうに、考えて、旅をしてきました。ありがとうございました。今回のですねプロジェクトに大きく関わってくれてる平岩くん、サポーターの田島からのなんか思いみたいなのを聞かせていただきたいなと思って、ぜひぜひ前の方に。サポーターの立場というよりは、私自身が阿賀野川の河口の町、その松浜に生まれているので、生まれていて、また自分自身が映画阿賀に生きるという映画を阿賀野川を訴状させながら出場しているので、このお地蔵さんが阿賀野川を旅をするっていう話を聞いた時、なんかものすごく無性に嬉しかったっていうのはすごくあります。こう僕もこう訴状させながら上映すると、その地域に住む人との交流があって、いろんな話を聞いてすごく嬉しい思いにいっぱいになるなと思っていて、でそれで何日か高井さんと一緒に旅させていただきましたけど、そこでも道に会う人がすごくなんか優しそうで嬉しそうに話しかけてくれたりして、とても良かったなっていう印象がすごくあります。お地蔵さんがなんかこの阿賀野川流域の、上流部から下流部までの人たちをひっくるめて、また新たな交流が生まれるんじゃないかなっていうすごい期待感が僕の中にすごくあります。ありがとうございます。はい、それでは次に、市民プロジェクトの、はい、白根アートプロジェクトという、プロジェクトの、キキコというグループの小出さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。キキコというアートユニットをやっている小出と言います。僕は3人で今やってるんですけど、僕は今新潟にいて、あともう2人いるのが香川と福島にいて、で、まあ、今日とかも2人は来てないのでちょっと心寂しいというか感じなんですけど、新潟って在郷町って言って、いろんな州って船でですね、川の船で栄えた場所ってすごくたくさんあるんですね。で、世界都市協会さん、南條さんも関われているコストアートプロジェクトやってコスト町ですとか、あと、まあ、うちのもそうなるのかな、白根とか、あとは新田とかいろんなところがありまして、で実はそこにはすごく歴史的な建物がまだ残ってるんですね。でそれをこう何ですかね、再度こう再発見をして、あすごくいい建物だな、ここの街っていいなっていうふうにこう感じ取っていただけたらいいなっていうふうな思いから、まずはちょっと白根の方から今回やらせていただくんですけど、最終的にこう在郷町がこういろいろつながって、新潟市ってそうやって栄えた街なんだなっていうことをまた県外の方にも知っていただくといいなっていうふうには思っております。はい、ありがとうございました。いや結構皆さんお疲れかなと。お疲れですかね。はい、はい、じゃあ、ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、それでは友政さん到着しましたのでご紹介します。友政真理子さんです。はい、よろしくお願いします。作品などちょっとご説明いただくとありがたいです。こんにちは、友政と申します。よろしくお願いいたします。ですね、座っても大丈夫です。大丈夫です。内容はですね、
見えないものを動かす動画を作ろうということで、私ちょっと、今まで動画を作品にしてきたので、その分野でやっていきたいんですけれども、例えば風とかは目に見えないけれども、そういうものを、どうやったら、表現することができるんだろうっていうふうなことを考えた時に、例えばそれが動画だと、じゃあカーテンをこの窓につけて、カーテンの動きとかで、風を表現してみようとか、そういうことをするんですが、例えばそのようなことで、他には、そういう噂話とか、あとは例えば気持ちですね、なんか 誰か隣のクラスのなんとかちゃんが好きだとかっていうのは目に見えないんですけれども、そういうものをどうやって表現したらいいんだろうっていうことを考えた時に、いろいろな技法とか、を考えることになるんですけれども、はい、そういうことを、ワークショップで、中学生を相手にやっていきたいと思っています。で、ですね、アートプロジェクトの方は、これも、2つやるんですが、1つはですね、今、撮影を今してきたばっかりなんですけれども、お父さんと食事という、映像作品を、撮っていまして、こちらは、もう15年ぐらいやってる、プロジェクトで、日本の各地、あと、そうですね、最近は、海外だと台湾と、あとブルキナファソという、アフリカの、国、ちょっと場所分かりにくいと思うんですが、はい、そこら辺で、やっていまして、これはですね、初対面の、男性の方、ちょうど私の父親ぐらいの代になる方と、食事の間だけ親子に、なる努力をしながらご飯を食べるというものを、映像で撮っています。なので、今日もですね、戸屋の方が見える、某カフェで初対面のお父さんというか男性の方 と、お父さん久しぶりとか言いながらご飯を食べていました。そうですね、なんでこんなことをやるのかと言いますと、先ほどの見えないものっていうこととも関連してくるんですが、いきなり私も新潟に来るのは、このプロジェクトで2回目ぐらいで、1回目は旅行でちょっと数日いただけなので、分からないこともたくさんありますし、そのまま入っていくとですね、お客さんというか、いらっしゃいませっていう感じで、なかなかこう地元の方が何を大事にして、どういう、なんて言うんだろう、未来を描いているのかとか、どんなことを、なんて言うんだろう、共有していきたいのとか、っていう、あと問題はどういうことが、なんか自分の周りで起こっているのかとかっていうことをなかなか聞けないし、自分も、身近なものとして体験できないのではないかっていうことで、いきなりなんですが、親子っていう、間合いをいきなり詰めて、話をというかコミュニケーションを取ることで、そういう旅行者ではとか、そうですね、そんなところではわからないような、相手の方にとったら、娘とか子供に伝えていきたいようなことだったりとか、その方の、ご両親とかが伝えてくださったこととか、近辺にある、物事とかっていうのを、話してくださったりとか聞き出す、そうですね、会話ができるっていう、ことを考えています。で、あとは新潟は今日も食べて改めて思ったんですけど、やっぱりご飯が美味しいということで、その美味しいご飯を食べながら、そういうコミュニケーションを、やるような、映像作品を、作ろうとしています。じゃあ、最後になりました水と土の芸術祭は7月18日から、10月12日まで約3ヶ月間行われます。旧双葉中学校、ベースキャンプとして4つの方をメインフィールドで展開していきます。そして市民プロジェクトを大体110事業ですね、今回採択されまして、全8区に、たくさん広がっている、アートプロジェクトなどがいろんなところで展開されていきます。皆さんぜひお出かけいただきまして、そしてスタンプラリーも今回ありますので、楽しみながらアートを巡り、そして食に出会い、人に出会いというふうな芸術祭がいいなというふうに思っております。では今日はありがとうございました。
この後ですね